乱世に軍友が割拠する中、曹操は可否で呂布を下した。乱世の鬼神、その部位は幾万の兵をも上回る。曹操は呂布の縄を解くと、自らの将として軍に組み入れた。それから2年後、華北は曹操と袁紹の両雄が睨み合う形となる。数に勝る袁紹は大軍を率い南進、曹操に対し関東で陣を構えた。飢餓の兵数の差は圧倒的、正面から当たる愚は犯せない。曹操の軍師郭と郭嘉は、奇襲こそ上策と進言する。だがその一方で、戦乱に飢えた猛将たちがうなりを上げていた。曹丕、李典、そして呂布と共に曹操軍に加わった張良、3人の男たちが今未知数の戦場へと踏み出す。果たして曹操は命動する関東に勝利をつかむことができるか。曹士官が天をつかむ様、しかと心に刻むがいい。袁紹を討ち、華北を制する。全軍進軍を開始せよ。この戦、あの野獣呂布を使う。父の戯れ、戦にどう響くか見ものだ。から見せてもらう。戦争へと進み、袁紹軍の進軍を止めてみせよう。いいだろう、雑魚の群れだ。すぐに蹴散らしてやる。お見事、見せつけてくれますな。ダメだ、どうしようもねえ。壊れる気だ。我が血が流れ、挽回できぬか。敵は大軍、兵糧の調達も引き締めとだろう。どこかに蓄えがあると見るべきかな。呂布が前線を抑えている間に探し出そうか。これ以上勝手な真似はさせん。あやつを狙え、
私の知略が破れようと。敵将、私が討ち取った。だが知略終わりにしてやろう。試させてもらおうか。さすがのご活躍です。私もあなたに近づけるよう頑張ります。敵の弱点を暴き出さねば。私を追いかけさせたいところですが、仕方ありませんね。あの方を追いましょう。花にかけますね。
炎章軍へと参られる。炎章殿は秘伝の厚遇を約束しておられる。俺を誘いに来たか。悪くない話だ。今の俺は曹操の将。私が討ち取った。戦は知略でするもの。おい知るがよい。呂布は引き込めぬか。まあよい。明族の軍本領はここからよ。完膚なきまでに叩き潰す。私の知略が破れようと。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。私が討ち取った。ああ、そうそう、お前さえいなければこの天下は。炎章は討った。これで家北一帯はわしのものよ。